皆さんお久しぶりです。ケンティーチャンネルのケンティーです。今回ですね、 YouTube の動画投稿を再開します。イエーイ。なんで今まで YouTube の動画投稿を全然動画出さなかったかっていう理由についてちょっと話していきたいなと思います。簡単に言うと、僕は動画編集を学んだりとか、独学で動画の質をどうやってしたら多くの視聴者さんを引き寄せれるかっていうのをいろいろ研究してました。なので動画投稿を全然動画出しませんでした。本当に今まで動画投稿をお休みしてしまい本当に申し訳ございませんでした。これからね、どういうジャンルで頑張っていこうかなって思ったんですけど、いろいろ考えたんですけど、まあ、ゲームの実況とかアイドル関係の話とか、ゆるっと日常系の動画をこれから出していければ出していきたいなと思ってます。本当にね、最近 YouTube のライブ配信とか、僕 YouTube のライブ配信やってるので、もしよかったらね、見に来てくださると嬉しいんですけど、まあ、YouTube のライブとかでは行ったんですけど、これからね、どういうジャンルで頑張っていこうかなっていうのを考えて、ずっと考えてたんですけど、もうそういうね、アイドル関係とかゲーム実況とかで頑張ってやっていこうかなと思ってるので、これからもね、よろしくお願いします。僕も大好きな YouTuber さんが僕と同じ時期に動画を投稿を再開したので、僕もね、再開したいなっていう感じになるんですけど、まあ、簡単に言ったら気分で動画再開したいなっていうのもあるんですけど、まあ、簡単に言うと、もう本当にめちゃくちゃやりたいな、 YouTube をまたやりたいなと思ったんで、YouTube の動画投稿を再開したいなと思います。YouTube の動画、本当に僕休止してた時は、まあ、登録者はなんて絶対伸びないだろうって思ってたんですけど、ありがたいことにチャンネル登録者数が10人も増えて、活動休止をしてたのに登録者は10人伸びたって本当にめちゃくちゃ嬉しいことなんですよ。なんで、まあ、これからはね、 YouTube の動画投稿をチャンネル登録者数1000人を目指してこれから頑張っていきたいと思いますので、これからもね、ケンティーチャンネルの方をよろしくお願いします。今ね、ありがたいことにチャンネル登録者数が247人っていう素敵な数字になったんで、これからね、800人ほど増やさないといけないんですけど、800人はちょっと長い道のりかもしれないですけど、これからもね、頑張って動画投稿を頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。いやー、久しぶりに僕動画投稿を撮るので、めちゃくちゃ今緊張して何を喋っていいのかどうか分かんないんですけど、まあ、頑張ってね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。僕ね、ここ動画越しでは見えるかどうか分かんないですけど、髪の毛も伸びたし、顔太ったんですよ。僕体重が50キロから70キロになっちゃったんですよ。20キロぐらい太ったんですよ。だからちょっとダイエットの動画もね、上げたいなっていうのもあって、どうやってね、上げたいなって思ってます。なのでね、これからもね、動画投稿をね、週に 2,3 回できれば上げていきたいと思いますので、これからもね、よろしくお願いします。この動画が良かったらチャンネル登録、評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。